皆さん、こんにちは。先日6月4日、棚橋博史社長は、就任半年に際し、木谷孝明オーナーと、松本取締役社長室長と共に、会見に出席し、今後の新日本プロレスの、10の指針を発表しました。介入、乱入の阻止が挙げられ、特にハウス・オブ・トーチャーの目に余る反則や介入を、社長として厳しく向き合い、乱入があった場合は、棚橋社長自身が現場で体を張ることも検討していると話していました。異例の発表にファンは騒然としていましたが、さらに注目を浴びていたのは、アメリカプロレス団体 AEW との関係強化、IWGP 世界ヘビーが流出し、ジョン・モクスリー選手の防衛戦や、挑戦権をかけたエリミネーターマッチが行われていたことで、選手からはもちろん、ファンからも関係性について指摘されていました。今回発表された AEW との関係強化の目的とは一体何なのか。さらにはユニットメンバー数名が AEW に移籍しているユナイテッドエンパイアのグレート・オーカーン選手が述べた見解についてご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。棚橋社長は6月4日に会見を開き、今後の10の指針を発表しました。その中で6つ目に挙げられたのが AEW との関係強化。棚橋社長は5月25日、日本時間の26日に、ラスベガスでの AEW のリングで、戦ってきましたが、今回の渡米で木谷オーナーと私は、AEW のトニー・カーン社長と、ミーティングし、今後の一層の協力関係について、話し合ってまいりました。6月30日、には、3度目の対抗戦、フォービジュンドア2024、が、開催されるほか、新日マットでも、ファンの皆様の期待に応えるカードをどんどんお届けしてまいりますとしていました。棚橋選手は先日の AEW の TPV ダブルオアナッシングの大会後、メディアスクラムに登場した際、今日の大会にとても感銘を受けました。新日本プロレスにも才能のある若いレスラーがたくさんいます。もっと新日本プロレスを強く、そして大きくして、将来的には全てシングルマッチの新日本と AEW の対抗戦をしたいです。これは私の夢です。と野望を明かしており、会見終盤には、フォービジュンドアを日本で開催する可能性についての質問が飛ぶも、残念なことに棚橋社長のリスニング能力が追いつかず、質問の 80% がわからなかった。と苦笑いを浮かべていましたが、カーン社長は、すごいアイデアだと思う。と前向きな姿勢を示していました。こうした棚橋社長の発表にネットでは、その流れを多くのファンは望んでいるのでしょうか。世界ヘビー戦が国内開催では劇団渡辺ばかり、 AEW では好きなように扱われ、残念に思っているのは自分だけではないはず。どこをリサーチしてファンの求めるカードを提供しておられるのでしょうか。なんだか棚社長になって AEW へ尻尾振るのが露骨になってきたな。実際単独では厳しいのは事実なんだろうけど、例えばだけどオールトゥゲザーの時にイービルなりハウス・オブ・トーチャーなりが団体対抗や、チャリティーなら話は別だと違う顔を見せてくれてたら少しは幅もできたのにとは思うな。今後の新日本は AEW 頼みになりそう。どう考えても現在の選手たちだけではドームとか厳しいもんね、などの声が上がっていました。今回カーン社長と話し合ったのは棚橋社長だけでなく、木谷オーナーも意見を交わしていました。木谷オーナーは非常にいい関係が作れると考えています。まだお話しする部分ではないこともありますけど、他のブシロードグループの機能も使って一緒にやることなんかもあると思ってますし、発展的な関係になってくると思っています。これ以上のちゃんと付き合う相手はいないと思ってます。と展望を明かしていました。その一方で近年は、岡田和親、ウィル・オスプレイ、ジェイ・ホワイト、イブシ・コウタと、東京ドームメインイベント経験者たちが相次いで退団し AEW に移籍しています。この状況に木谷オーナーは、現状を見たら AEW の子会社になったんじゃないか、下請けかと言われているのも事実です。円安の状況がビハインドにもなってますけど、彼らとこちらのいいところは違う部分がある。彼らはゼロから若手を作れていないし、こちらはできている。決して子会社でも下請けでもなく、対等な立場で付き合っていきます。そのことはこれから証明させていただきますと、両団体の発展に自信を覗かせていました。ただ実際問題、
AEW に良いように使われているように感じる現状、 AEW との関係強化と聞いてネガティブな意見が出るのも当然でしょう。 AEW で新日ベルト戦線に全く絡みのない選手がいきなり挑戦できたり、日本での防衛戦が決まっていながら挑戦権をかけたエリミネーターマッチが行われたりと、新日フロント自らが子会社的な振る舞いを IWGP 戦の安売りをしているとも感じます。新日マットはレベルが高いと思うので、新日フロントがしっかりしないと選手たちがかわいそうになります。大まかで良いので AEW と組むことがプラスになる根拠を提示してもらいたかったですね。今回発表された AEW との関係強化について、グレートオーカーン選手は自身の X で見解を述べていました。オーカーン選手は関係性の強化や現在の新日本と AEW との関係について、新日本に資金力がないことが問題なのではないかとした上で、 OG オープンが AEW に行ったのだって新日本プロレスが彼らと契約しなかったはできなかったのかは知らないが、資金力に余裕があればしていたはず。なぜなら AEW に行く前に IWGP タッグチャンピオンになるほどの実力を持っていたのだから、それで契約しないのは変な話じゃろ。 AEW に移った他の選手もいろいろ事情はあるだろうが、完全に契約金が高く、その契約金の高さが理由になったことは間違いではないだろうと分析していました。さらに移籍の流れは確実に大きくなるとして、まず日本国内で新日本他団体に流れた選手が武士ロード体制になって何人いる、他団体新日本は数えきれないぐらいいる。昔はどの団体もプロレスだけで食えたし、そこまで売り上げの差はなかったからそれぞれ移動があった。最近なかったのは明らかに日本国内で新日本プロレスが売れているから、そして新日本プロレスから海外に行かなかった大きな要因は、リリースされる可能性のある不安定な団体に行ってクビになった時に、日本の終身雇用制度みたいな新日本プロレスを離れるリスク、退団した選手はもう二度と新日本プロレスに帰ってこれない恐怖があったからだと思うとしながらも、しかし AEW と連結しているということは行くのも戻るのもたやすい。それを表しているのがラストマッチで、華々しく送り出してやる行事がある。一選手として金が良い方に移るのは正しい選択であり至極当然。しかし骨を埋める覚悟でやっているもの、経営陣、新日本プロレスファンは割を食うことになる。断言するが、この流れを作ってしまったなら移動が加速するぞと指摘していました。オーカーン選手はこの打開策として資金力のテコ入れを提案し、チケット代金を上げたり逆に安くして来やすくするという手もある中で、自身が提唱している地方再生を推奨し、会場はもう抑えてあるのであれば、その会場を超満員にすればコストをかけずに売り上げが高くなる。また地方興行には AEW の選手も来ず、海外団体はノータッチなのでライバルは国内団体のみで済むと説明していました。さらに近年空席が目立つという指摘がある中で、超満員にする対策として、この会場でしか見れないカード、タイトルマッチは必要だと思う。 KOPW は毎日違うルールを提案できる上に、投票で決められるのがこの会場でしか味わえない特徴になると思うとしていました。オーカーン選手はこれまでの一連の見解を、今後も選手の流出は続くと思う、止めるためには資金力を高める必要がある、様々な対策のうちの一つとして地方興行の観客動員数を増やすことが挙げられる、以上のようにまとめています。最後には、一人のレスラーでしかあらず、チームから何人も AEW に移動させてしまった身ではあるが、今自分にやれることを前向きにやる。世界3位の団体で支配者を名乗るなんて恥ずかしい。棚橋博士のように新日本プロレスを世界一の団体に押し上げた功績を持って、将来真の支配者と名乗る。とりあえず6月の9日の KOPW 頑張りますかのと締めくくっていました。団体のご意見番となりつつあるオーカーン選手、棚橋博士体制を支えるのは意外にもオーカーン選手なのかもしれません。今後フロントの対応ももちろんですが、選手たちの動向にも注目が集まるでしょう。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それではまた。